浮気とかそれっぽいことは絶対にしないし、一人で遊んでも彼氏への連絡は合間を見てするし、きちんと帰る。周り男女からも、私ちゃんはこんなに真面目そうなのになんで浮気を疑われるの？って言われる。いつも周りに友達がいるよねって言われるから、きっと友達は他人だと思う。でも今まで付き合ってきた男性も同じで、私のような私生活なのに私にはすごい嫉妬するし、べったりにするとうざがられる。私は私でどうすりゃいいんだよと不満がたまり、徐々にお互いが疲弊していくんだよね。一応私は彼氏へはいつも自分なりに誠実に接してきたと思ってる。嫌なことは嫌だと言うし、喧嘩になっても罵倒は絶対にしないように心がけているんだけども、別れを切り出すのは私のことが多いけど、相手が抵抗してズルズルと言ってしまって、もうここまで行くとお互いが意地で付き合い続けてる状態なんだよね。最終的に疲弊度が限界を超えて、暴行や警察沙汰、ストーカー騒ぎになって別れることがしばしば。そこまで行くと、もういい加減に切らないと。と突き放すんだけど、やっぱり相手は未練たらたらで、すっきりはしない。てか、大事にできないのに、なぜ未練を抱くんだよ。友人、男からは、魔性の女呼ばわりされる始末。君が嫉妬しないから、周りの男が嫉妬すんだよって言われた。見る目がないのは、自覚があってそれを言われればそれまでなんだけど、なんで毎回こうなのか。直したい、心穏やかに、パートナーと日々過ごしたい、でも、どこが悪いのか全くわからない。思うまま書いたら、尻滅裂になっちゃった。ごめんね。